はい、皆さんこんにちは。今日は河川敷に花を見に来ています。はい、こちらご覧のようにね、綺麗な菜の花がたくさん咲いています。でね、風に漂ってすごくね、いい香りがしています。非常に綺麗ですね。一面菜の花です。ちょっと回してもらっていいですか。ね、あちらもねたくさんあります。そこねちょっと降りてね見てみましょう。ご覧のように橋桁の人もねすごい菜の花咲いてます。すごくいい匂いね、菜の花の香りが漂ってます。まあ、これはね映像では分からないですけど、ここにいるとねすごいね菜の花の香りしてます。はい、ここもね一面菜の花です。ちょうど今が見ごろですね。ススキ、ヨシの中にね、菜の花たくさん咲いてます。で、美しいですね、こういうね、自然の中の、花。で、綺麗ですね、菜の花ね。ちょうど今見ごろです。ご覧のように台風で倒された樹木もありますけれども、その中からね、菜の花も咲いて、力強くね、咲いています。菜の花っていうのはいろんな種類があるそうで、アブラナ科アブラナ属の総称としてね菜の花って呼ばれてます。おそらくね見たのはね、なんていうやつだっけ、西洋カラシナ、西洋カラシナというね種類のようですね。あれが西洋カラシナで、こっちね葉がねギザギザのもあるんですよね。ギザギザってね、ちょっとね葉の形が、違う種類もあるようですので、例えばこれが西洋カラシナのような感じですよね。アブラナ科アブラナ属ね、違う種類のね菜の花もありそうですね。この辺違いそうです、ね。この辺違うやつか、ただなんかやっぱり同じ属だとね似てるから、ちょっとねどれがどれでっていうのは難しいみたいですけど、まあ菜の花ね総称として呼ばれてますので、はい、こちらにもね綺麗な花咲いてます。こちら春の七草のナズナです。別名ペンペン草って言って、実がねこちらハート型の実がついてます。この茎をねツーツーツーって少しずつ下げてねブランブランにして振ると鈴のように、まあチリンチリンとはならないですけどね、ペン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 ってなるんだ。だから聞こえますか、昔遊びましたよねこうやってね。このちっちゃいのもね菜の花ですね。